コンビニ大手のローソンは生姜焼きやハンバーグなどの弁当4種類を5度前後で店頭に陳列し消費期限を2日延ばす取り組みを始めました通常20度で陳列するところを5度に下げることで店頭に並べておける時間を2日延ばすことができ食品ロス削減につながるとしています。また、容器の一部を プラスチックから断熱性の発泡容器に変更することで、年間およそ127トンのプラスチック削減を見込むということです。コンビニ業界では、惣菜やおにぎりに消費期限を伸ばす工夫を加え、食品ロスを削減する動きが広がっています。